はい、7レース1着で勝ち上がられました千葉の石井貴子選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。この G1 グランプリが出れるっていう戦いは多分 G1 って格になってから初めてになるとは思うんですけど、はい、まあ、ここ1着取れてご感想いかがですか。はい、昨年度走れなかった大会だったので、初日を1着から始めることができてありがたいなと思いました。レースですけども、道中久米選手が少し車間を空けていてたと思うんですけども、そこはどう見られてましたか。位置が逆でも自分もそうすると思いますし、そうしたら番手にっていうのもよくわかるので、集中して回っていきました。そこを奥井選手がかましに行ったところを追走したと思うんですけど、追走して最後させたと思うんですけども、ご自身状態はいかがでしょうか。そうですね、奥井選手非常に強くて、多分まくりに来る選手もいないんだろうなと思いながら、自分は自分にできることに集中して走ってたかなと思います。状態はいいですか、ご自身は。いいも悪いもその日できることをちゃんとやりきれたなと思います。では、最後に準決勝の意気込みをよろしくお願いします。はい、集中して精一杯走りたいと思います。